皆さんこんにちは、ゆうりです。今回は視聴者の皆さんが送ってくれた体験談を2つ、私とジンで紹介していきます。というわけで、まずは私が紹介していきますね。ハンドルネーム、おかきさんからの投稿です。最初のお話は、おかきさんがコンビニのアルバイトをしている時に起きた怖い体験談となっています。お疲れ、ゆうり。あ、店長、どうしたんですか、こんな時間に。それがね、ジンが体調不良で今日来れないの。え、悪いんだけど、今日は朝まで一人でやってもらっても大丈夫？そうですか、体調不良じゃ仕方ないですね。夜の時間帯はほとんどお客さん来ないし、一人でも大丈夫ですよ。ありがとう、助かるわ。今度ジンにお昼ご飯でもおごってもらうといいわ。あはは、そうします。じゃあよろしくね。はい。はあ、今日は一人か。あまりに誰もお客さん来ないから、ちょっと気味悪いのよね。いらっしゃいませ。なんだ、珍しくお客さんかと思ったけど、トイレ目的か。よし、これでここの棚は終わりっと。あれ、もう20分ぐらい経つけど、さっきの人全然トイレから出てこないわね。大丈夫かな。ちょっと心配になった私は声をかけることにした。あの、大丈夫ですか。返事がないわね。もしかしてお腹痛いのかな。体調が悪かったりしたら申し訳ないと思ったため、とりあえず様子を見ることにした。それにしても今日も暇ね。さっきの人以外誰もお客さん来ないし。でもあの女の人、そろそろ出てきてもいいんじゃ。さすがに長すぎる気が。まさか倒れてたりしないよね。いろいろ不安になった私はもう一度声をかけることにした。あの、大丈夫ですか。で、鍵が開いてる。すいません、中入りますよ。あれ、いない。嘘でしょ、どうなってるの。いや、絶対あの人はトイレから出てきていない。だとしたら私の見間違いでも、確かに店に来たはずだけど。ゆうり、夜勤お疲れ様。あ、店長、おはようございます。昨日は助かったわ、ありがとう。いえ、どうかした。あの、すいません、ちょっと防犯カメラで確認したいことがあるんですけど。で、防犯カメラ、何かあったの。それが、店長に事情を説明し、一緒に防犯カメラを確認した。この女の人。はい。確かにゆうりの言う通り、トイレに行ってるわね。じゃあやっぱりあれは見間違いなんかじゃなかったんだ。だとしたら、あの女の人はどこへ。では次は俺が紹介していこう。ハンドルネーム、ルビーさんからの投稿だ。次の話は、受験勉強に追われていた時に起きた怖い体験談となっている。やばい、もうすぐ受験なのに、このままじゃ志望校に受かりそうにないよ。どうしよう、もっとちゃんと勉強しておけばよかった。ねえ。で、ねえってば。誰？あれ、何もいない。今確かに声が聞こえた気がしたけど、気のせいかな。あ、そんなことより、頭にどんどん詰めていかないと。頑張れ私。へえ、それで昨日は徹夜で勉強してたの？うん。そしたらね、後ろから声が聞こえてきたの。声が。ねえって聞こえたんだけど、振り向いても誰もいなくて。きっとそれは徹夜して疲れてるんじゃない？そうなのかな。それにちゃんと睡眠は取らないと肌に毒よ。ゆうりはルックスいいんだから、ちゃんとお手入れしないとね。あはは、受験で全然それどころじゃないけど。その後、謎の声が聞こえることはなく1ヶ月が過ぎ、私もあの声のことはすっかり忘れていた。次のニュースです。先日桜町で発生した通り魔の事件ですが、
犯人は未だに捕まっておらず、警察は近隣住民や学校等に注意を呼びかけています。桜町ってめっちゃ近いじゃん。物騒ね。あんたも気をつけなさいよ。うん。あ、もうこんな時間だ。じゃあお母さん、私学校行ってくるね。ええ、気をつけてね。朝から物騒なニュース見ちゃったな。夜一人で出歩くわけじゃないし、さすがに白昼堂々通り魔なんて来ないと思うけど、怖いな。ねえ、早く出よ。え、誰もいない。でも確かに聞こえた。今のは絶対夢じゃない。一体何なの？おはよう、ユーリ。あ、おはよう。ん、どうかした？あ、うん。前に受験勉強中に声が聞こえたって話したじゃん。うん。今学校来る時にも聞こえたの。でも振り返っても誰もいなくて。それは気味が悪いね。うん。帰りも一人じゃないか怖くて。放課後一緒に帰ってあげたいけど、今日部活なのよね。最後の大会前だから休めないしな。一緒に帰れたら心強かったけど、それは仕方ないよ。もう今年で最後なんだから。桃名は部活頑張って。ちょっと気味が悪いけど、私は明るいうちに帰れるし。桃名は夕方なんだから気をつけなよ。例の通り魔ね。うん。犯人まだ捕まってないって言うし。そうね。でも帰りはサビクと一緒に帰るから大丈夫よ。そっか、彼氏持ちはいいわね。ユーリもそんだけルックスいいんだから、いつでも彼氏ぐらい作れるでしょうに。別に私そんなことないって。それにしても朝の声は何だったのかな。帰りは何もないといいけど。はくないかな。で、まただ。一体何なのよ。で、あの人、なんで包丁を。まさか、あの人、ニュースで言っていた通り魔。あれ、体が動かせない。やばい、意識が。ああ、早く死なないかな。で、まさか、私に話しかけてきてたのって。あれ、私。ユーリ、よかった。意識が戻って。お母さん、あ、そうだ。私、刺されて。まだ動いたらダメよ。さっき処置してもらったばかりだからね。近くを通りかかった人がすぐ救急車を呼んでくれたおかげで助かったのよ。犯人もすぐ捕まったわ。そっか、よかった。ああ、で、死ななかったんだ。嘘。皆さんの体験談はこちらの投稿フォームに送ってくださいね。この動画がいいなって思ったら、チャンネル登録と高評価お願いします。